島手芸雑貨店レチェの向田です。本日もワンデイワンハンドメイド、略してワンハン、1日1つの手作りをご紹介していきます。本日はこちらです。直径が 25mm あるガラスドーム、はい、こちらを使って、ちょっと発想の転換で面白いアクセサリーを作ってみたいと思います。では早速どうぞ。では早速やっていきたいと思います。先ほどご紹介しました直径が 25mm のガラスドームの、はい、ガラスになります。こちらを、まずですね、ちょっとポイントとしてお伝えしたいのがセロテープを用意します。でこれをくっつく面を外側にして、こんな感じで輪っかにくっつけます。そして何か安定している容器、はい、用意してここにペタッとくっつけますね。そしてこのガラスドームの口が上を向くようにパッとくっつけます。これで、はい、乾かす時も動かす時も大丈夫、安全なので、はい、こんな感じで作業をしていきたいと思います。そして、用意するこの中に入れるクリスタル、これまあクリスタルって呼んでますけど素材は樹脂になります。こんなスパンコールだったり、こんなちっちゃな極小のものだったりをですね、お好きなようにこの中に入れていきたいと思います。これどうやったら一番入れやすいかとかいろいろ考えたんですけど、ちょっとこの大きなクリスタルなんかはもうスプーンなんか使うよりも手で入れた方が断然早かったので、ちょっと下にこうバラバラこぼれますけど、あとまあ作業をね、あの片付けをしやすいように、はい、やってください。ちょっとこう大胆にどんどん入れておりますが、ほとんどこぼれてますね。こうちょっとなんかそーっと入れて、まあちょっとこう中を見ながら様子を見て、こんな感じかなとか見てください。そしてこの極小に限ってはですね、これクリアファイルをくるくるっとこう丸めております。これをここに差し込んで、この上からスタッと入れると下に、はい、流れて入りやすいので、はい、こんな感じでやるとまた、はい、作業がしやすいんじゃないかなと思います。はい、そして、こんな感じで中はもうちょっとこうカラフルにしたいなとか、こう自分でお好きなバランスを見ながら、はい、こんな感じで、はい、いきたいと思います。こんな感じですね。はい、ここまでできたら次、先ほど紹介したこの、何か安定したものの上にセロテープをつけて、こんな感じでガラスドームの口が真上に来るように置いておきます。でここから蓋をつけていきたいと思うんですけども、はい、こんな感じでボンドを用意します。でいらない紙を用意して、こうボンドをしごいてから、このガラスドームの口のピタッとこの口にこのボンドの金具をペタってくっつけるんじゃなくって、ちょっとこうボンドとガラスの間、隙間をこう作りながらボンドをヒューッと乗せていきます。ここちょっと難しいと思うんですけど、なるべく見た目が綺麗な方がいいので、結構がっつりボンドを乗せて、ガラスにボンドを当てないように、はい、このボンドの金具をここに当てないようにボンドだけをこう滑らすような感じで乗せていきます。そして蓋なんですけど、この蓋を上からポトッと置きます。そうすると周りがこうはみ出さずにボンドが見えてない状態で綺麗に、はい、出来上がります。そして、まあ、ちょっとこれもちろんしばらく置いておきます。そしたら次の作業に行きます。今回の、春の新作にもあったヒトデちゃんですね。このヒトデを用意して、丸カンを用意しますよ。でこの丸カンの切れ目を上にして、3時と9時をしっかりペンチでギューッと持ちます。そしたらピッと開いて開けてください。このヒトデちゃんを一つすくいます。そしてもう一つ、さっき使った蓋ですね、蓋の部分の丸カンにくっつけて、この丸カンをピタッと閉じます。ピタ、はい、そうするとこんな感じで、はい、くっついてます。そして今回ヘアゴムにしたいなと思うので、この金具のついてる部分ですね、ここに、はい、丸カンを用意します。そして丸カンの3時と9時を持って切れ目を上にしたら、これをひねってピッと開けてください。でこの
ヘアゴムの金具のところに丸カンを差し込みます。そしてこのガラスドームが1日ぐらい経って完全に蓋が乾いてから作業してください。乾いてない間にやっちゃうと、多分動いて蓋がずれてしまうので、ちょっと乾いたものを取り出します。ヘアゴムに丸カンをつけた状態です。そして完全に乾いたらガラスドームのこの蓋の部分を、丸カンくぐらせます。そしてこの丸カンをまた3時と9時をしっかりギュッと持ってピタッと閉じてください。そうするとヘアゴムにこのガラスドームがくっついた状態になります。はい、ここからですね、次、ガラスドームに今ヘアゴムがついた状態になってます。で、先ほどつけたヒトデちゃんですね、この蓋の部分に、ボンドを用意して、この蓋の内側にボンドをビリ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 っとつけます。はい、ちょっとこの側の際のところにもボンドをつけてくださいね。そしたらこのガラスドームの蓋のちょうど反対側ですね、この反対側のところにピタッとくっつけます。はい、これもしっかり乾かしてくださいね。そうするとこんな感じで、ヘアゴムの下側に、はい、人手がついた、はい、ちょっと蓋と蓋をつけております。こんな感じで新しい、ガラスドームの使い方でヘアゴムを作ってみました。それで金具を付け替えて、革紐なんかとつけるとまたネックレスとしても使えますので、はい、蓋も、上側の穴を閉じるだけじゃなくって下側につけていただくと、この蓋の丸カンを使って何か可愛いチャームとかもつけれるので、はい、ちょっと面白い使い方でぜひやってみてください。今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましてもこんなの入れてほしいとか、まあ、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。